あの塾の生徒に、うん、あのある時その授業の時に、うん、あの押田先生をその見かけたかもみたいなことを言われて、うん、でまあ街中でこう姿意外と見られてるってこととかってまあ多分あるじゃないですか。ああ、まあ職場とかもね、知り合いとかそんな遠くないところとかありますよね。そうそう、でまあちょっとやっぱ見られてるの嫌だなと思ってちょっと詳細をまあ聞いてみたら、まあその使ってる電車の路線も同じだし、あとはその時間帯とかもまああり得る時間帯だったんで、うん、でこれちょっと嫌だなというか、まあ見られるのちょっと嫌じゃないですか。知らないところ。プライベートな時っていうこと？まあおそらくそのおそらくプライベートな時とかで見られてたらやっぱり普段と違うね、自分が見られてる可能性とかも。そうだね。みち、俺なんか撮れてたらやばいよ。うん、なんでだよって言ってた。先生とかね。そう、そういうこと考えて、で、その多分でも見られてんだろうなと思って、うん、いや、じゃあ声かけてよって言ったんですよ、生徒に。でしたら、いや、でも、とかっていうふうに生徒が言うんで、あれ、なんかこれ、なんか事情がありそうだなと思って聞いてみたら、うん、まず、その、俺がね、その生徒からしたら、俺が、まあその、地面に、電車のね、地面に座ってたと。え？で電車の地面？そう、電車の電車の地面って何？何話してるの？電車の地面って分かります？電車の地面って分かる？いや、結構初めて聞いた言葉。電車の地面、電車の床、電車の床に同じだと思ってる。そう、電車の床、いや、そう車内、ね、そう、車内、椅子じゃなくて床に直で座ってたと。え？で、いやいや、じゃあ俺じゃないんじゃないかなと思って、うん、で、そのよく話を聞いてみたら、そんでその生徒もその声をかけようかと迷ったと。うん。で、だけどその駅に着いた時にその床に座っててドアが開いた瞬間にそのまま後ろにひっくり返ってったっていう。俺じゃねえわって。絶対俺じゃないわって。酔っ払っててバカみたいな。そうそうそう。そのまま開いたはずみで後ろにシューってこう消えてったっていう。そんなタイプでもないしね。そう、そんなタイプじゃないです。そもそも地面に座ってた時点で俺じゃないって。うん、その誤解はちゃんと解けた？あ、解きましたよ、そりゃ。おー、はい、ちょうどあのね、笑いに変えて、はい、ドカーンって感じで。なんで？ちょっと最後のはちょっといらなかったですね。